こんにちは。こんにちは。はい、今日はザ・ドレス03ですね、はい、紹介していきますが、まあ、ザ・ドレスシリーズというですね、まあ、黒のドレスを、00番からこの撮影をしている段階では38まで作っているわけですけども、これが03ですよ。もうだから 3個目4個目です、正式には。すっごい僕にとって懐かしいし、今だったら絶対作んないような雰囲気のものなんですよね。やっぱりこう素材感とかも特殊じゃ、なんか特殊ですね。最近の夫婦にない雰囲気しない、うん、あとこのなんていうんですか、雰囲気、これ今あんま作んないんだろうなってやっぱ思うもんね。当時の気持ちとかをどうだったかっていうのも全然忘れちゃってるから、本当にディテールの紹介が主になってしまいますけども、どうしてだっけな。考えてみると00があの形でしょ、で01がシャツワンピース、02がタックのワンピースでこれなんですけども、何がしたかったんだろうね。で04があの V ネックの、覚えて、知ってる、はい、何がしたかったってなるね、この03は。それ意図が全然わかんない俺には。で他に似てるものある、アトリエワンピ、肥沃ですよね、これ。そう、肥沃。他 のワンピと違って。肥沃はじめ。肥沃がしたかったんじゃないですか。肥沃はじめだ。確かに。肥沃をそっから僕めっちゃ作ってんの。多分、03以降、企画会議というかそのデザイン出すときにまた肥沃って言おうくがしてたんですよ。確かに06も肥沃ですもんね。そう。で肥沃ブームに入るともの最初だったのは覚えてる。気持ちは忘れましたけども、確かにこれねポリとかなんだと思うんだけど、 TC かな、あ、いやポリだねこれね、ポリっぽい、ポリだね、ポリポリ。正解はもうこの編集してる時に出てんだけどね、シワに全くならないじゃん、うん、そして変わった、その正解もちょっと出てますけどもだからもうポール・マッカートニーみたいになっちゃって、そのなんでこの曲作ったか分かんなく忘れちゃってないで、ポール・マッカートニーで、だから残しとかないとダメだね、こうやって動画に撮って。今さやっぱ新しいものって絶対これでさ喋ってるじゃない。でも商品説明に書いてあるんじゃないですか。商品説明に書いてあるんじゃないですか読んでみましょう、その当時の僕の文章を、はい、タイトル「ザ・ドレス03冬のベーシックスタイルに」。へえ、ドレスの説明をまず書いてくれてますね、今回は襟付き、肥沃、ベルト付き、これからの季節のベーシックスタイルに合うように各箇所のデザインが角になりすぎないように注意しました。確かに、あ、全然角じゃないもんね、装飾角じゃないね。確かに、うん、で、私が一番気に入ってるのは可愛いね、なんか作文みたい、4年前だから襟と見えている2つのボタンここ確かに襟と見えている2つのボタンね、はい、黒一色の中に映えるマットな白ボタン、あ、うん、それ好きだってね、当時ね、うん、これが黒に示してしまうとやりすぎなクラシック感が出てしまうんです。シワになりにくい素材を使っているのでお手入れもドレスの中で一番楽です。この3つの中でだから一番って今一番っていうのは分かるね、当時4つの中なのに一番楽ですよって。確かにでも一番楽かも、それまでの中なんて中肉厚の綿素材です。嘘だ、ポリだよこれ、ポリだと思うけどね。でもシワにならなすぎますもんね、うん、素材途中で変わってる可能性あるかなこれ中に着込めるようなサイズ感にしているので、うん、インナーにタートルネック合わせができます。かっここれがかっこいいあ、確かにできるね、あ、それ夫婦っぽいね、ぽい。袖を少し落とし気味にすることで中に着れることができます。そうね、全然余裕だもんね、それで言うとね、余裕です。なんなら、あ、そして羽織としても優秀、うん、確かに一応ワンピースとして作ってるのでボタンの量が半端ないです。そうなの、本当半端ないね、大変だねこれ。あ、本当だ、すごい。袖の仕様も最近夫婦で天板になっている表は5本タック、裏はギャザーという鬼かわ仕様。あ、こっからだったんだね、これ やってるよね、うん、たまにね。確かにやってます、ね、グレーのセットアップとかにこれが出てきてますよね、うん、そして後ろにバックタックが入っているのでシルエットが綺麗です。今回からサイズ感も調整しました。要望がとても多かった160センチ台後半の方にも
対応できます。確かにこれ長いんだよね。実はこれ M プラスないんだけど M サイズでなんと128あります。 M プラスより長い。そう、うん、ひよが言ってますよ。ボタンが見えないようにするひよく仕立てをするのは手間がかかります。夫婦はというか私がひよくが好きボーイなので毎回のごとくひよくですかって言われながらもわがままを聞いていただいております。譲れないひよく、ひよくこそがこの服の上品さと適度なフェミニンさのバランスを取る要素だと思っています。なるほどね、だそうです。2018年、わかりやすかったですの高坂はそう言っていると。でそういうことでございました。今見ると非常にシンプルで、逆にこういうのは今僕は出せないって言ったらあれだけど出せない気がするから、この当時はこれあと再販もねそんなにしないやつなのでめちゃめちゃ人気がある品番ではないですからね、ぜひ気になる方は購入してみてください。ちょっと羽織ってみようかだよね、はい、これ今 S サイズですか。 S サイズです。 S サイズ結構長いもんね、はい、はい、ということです。じゃあサイズいきます。ザ・ドレス03ですね。こちら SM サイズで先ほど申し上げたように丈が、いつもとちょっと違います。 S サイズで119、M サイズで129なので普段の M サイズが120センチなので普段の M サイズの丈がだいたい S サイズで普段の M プラスサイズが125なのでそれよりも4センチも M サイズは長いですね。で肩幅が S サイズ56、M サイズ58、それ丈が S サイズ53、M サイズ55でございますと。今だって M サイズだもんね、はい、めっちゃ長いね。長いです。ちょっと引きずりそう。もう引きずってるね。引きずりますね。だから羽織で158ぐらいの人で着たいという方は S の方がいいね、うん、あでも待ってこれも可愛いじゃん。待ってこれも可愛いない。ベルトをすれば、まあ、ちょっと上がるので、うん、まあズルズル丈がお好きな方はこれもでも可愛いですよ、うん、私はこれでもいいと思います。汚してください。で羽織もかっこいいね。なんならやっぱ秋は全然試着会とかでさこれで来る方多いよね、うんうんうん、結構出番多い気がする。なんか確かにそういえば今思ったけどあんま販売数いっぱいしないわけですよ。再販全然しないんで。でも着てくる人多いかもこれ。あじゃあ使いやすいんですか、ね、たまにっていうか結構見ない春、うん、あじゃあ春とか秋とか確かに見るかもね。はい、やっぱボタンの数がすごいね。でもやっぱ羽織にするとそれがこうポチポチこう主張されてかっこいいですね。はい、というドレス03でした。似合うね、羽織にするとこれすごい好きですこれ。ありがとうございます、はい、僕が考えたやつなんですけど ありがとうございました。